女優の矢田亜希子40が19日放送の日本テレビザ・世界仰天ニュース 57.00 の4時間 SP に出演。息子の遠足に引率として参加した際の失敗談を語った。最近失敗したことを問われた矢田は、初めて息子の幼稚園の学習遠足の引率に保護者として参加して、電車に乗らなければいけないってことで、初めてスイカを持ってみたんですと切り出し、子供たちは団体で乗っけて、親は自分でスイカとかで乗るんです。私は定期世代なので、改札に切符を入れることしか知らないし、だから、サイレンとかブザーが鳴ってしまって、と告白。担任の先生も、今日は子供の引率ですから、って注意されて、親御さんからも一番心配されて、一番見張られていた、と苦笑いを浮かべた。また、食での失敗の話題では、日本のレストランで生牡蠣に当たってしまってとし、もう大丈夫かなと思って、また海外で皆食べているし大丈夫だと思ったら、それが一番の重度の症状で、震えも止まらないし。それでやっぱり凝りましたねと明かしていた。